今回はピクセルの画面がまた割れたので急遽アナー50ライトを買ったのですが、そのカメラ中心のレビュー動画です。今ねアナー50ライトで撮影してます。フル HD で 30p が最高画質です。手ぶれは効かないな、やっぱり。フアウェイから分離したサブランドの Google Play が使える999リンギット約3万円のスマホです。ピクセルがね故障したんで買いました。本体とケースがもちろんついてます。そして 66W のね充電器がついてあります。 66W です。保証書ですね、1年間です。フアウェイセンターというのがあるので、そこで何かね故障とかあったら、対応してくれるそうです。そして私が今すごい嬉しかったのがタンブラーをくれたことです。タンブラーです。非売品ですよね。あ、結構でかいな。可愛いじゃないですか。お茶を入れられるんですね。今回も超絶適当編集です。開封動画はほどほどで、カメラテストしただけのメモ動画なのであしからず。超簡単なスペック紹介。Google Play を使います。物理 SIM のみです。あの巻き術センターで eSIM から物理 SIM に変えてもらいました。プレミアラッシュを使います。だから簡単な動画だったらこれで編集してアップもできますね。フル HD の 30p が最高画質です。ポートレートは人にしか対応してません。これがポートレート。これは最近見なくなった絞りを開放にして背景をぼかすアパーチャーモード。微妙。これがピクセルのポートレート。これはアナーのアパーチャーモード。これはピクセルのポートレート。ピクセル修理に出してよかったと思えました。動作は全体的にもっさり。ウェブ閲覧や動画視聴は問題ないです。4G でスナドラ662なので2世代前のスマホという感じです。この電源なんですけど、超かっこいい。今アナー50ライトで立てます。USB ですけどね、コネクタがオレンジですね。トロピカルって感じです。あ、ピント合わないなんか。ピント合わないな。充電だけは激早いです。最後に一つ、指紋認証は電源ボタンと共用、顔認証も使えます。今アナー50ライトで撮影しております。手持ちです。色は少し補正してます。ソフトで手ブレも補正してみます。厳しい。手ぶれするんで、まあ立ち止まってね、スナップショット的に動画撮ったり写真撮る分には大丈夫かな。ズームも良い。一回標準レンズで動画撮影したらワイドレンズには切り替えられません。一遍止めてワイドレンズに切り替えた感じです。ちょっとワイドレンズでね撮り歩きしてみます。手ぶれは効かないですね。セッティングは見ましたけどね、特にそれらしき項目はないです。ワイドレンズから標準に戻すこともできませんね。最大の8倍ズームです。これ持ちだったら2倍ぐらいかな。まあ写真はそこそこ使えますね。
感じでしょうか。ここがあの美食街ですね。3.2 倍です。1倍です。ワイドです。8倍です。8倍です。2倍です。はい、今日はね、このハッピーレモンのお店で新商品ピーチシリーズの岩塩とチーズのお茶じゃないと頼みました。結構サイズ大きいですよ。これで10杯とはできれば15リンギットぐらいですね。いただきます。滑らかチーズがすげえ美味しい。砂糖なしだけど本当にね、甘い。桃の果汁がね、すごい多いです。めっちゃ甘い。ハッピーレモンがクアラルンプールでのささやかな楽しみの一つです。最後はこの海藻入りのあっさりした麺のテスト撮影。いただきます。ごちそうさまでした。コンビニでキャラメルラテを食べました。砂糖抜きです。120円ぐらいですかね。これめっちゃ美味しいんです。夜は街明かりがあればそこそこ見れる写真動画が撮れると思います。アナー50ライトは体感2世代前のスマホ。カメラはメモ程度には撮れる実用に耐えるスマホだとは思います。デザインと画面の大きさ、充電速度の速さ、耐久性の4点は個人的に評価できるとは思います。ちなみにアプリの画面分割はジェスチャー、ナビゲーションバーともにできなかったです。カメラ性能を軽くチェックしただけのメモ動画でしたが、ご視聴ありがとうございました。ではでは。